中国高速鉄道 CRH3 型電車は中華人民共和国鉄道部が第6次在来線スピードアップのためにドイツのシーメンス社の技術供与によって中国の車両メーカーが製造する高速鉄道車両である。なお、外国からの技術移転をもとにライセンス生産されているすべての CRH 車両は和解号と呼ばれている。この項目では中国高速鉄道 CRH380 バイト型電車、中国高速鉄道、CRH380C 型電車についても解説する。中華人民共和国鉄道部は、カナダ、日本、フランスの各高速鉄道の技術を導入するため、競争させるかのように製造契約をしているが、本形式は、 アイス第3世代車両をベースに開発するもので、最高速度時速 300km 台の高速鉄道用と最高速度時速 200km 台の在来線高速化用の計100編成のうち60編成について、アイス3ベースの車両を現地企業との合弁で納入することが2005年に決定された。3編成はドイツ純正、残りは中国への技術移転による生産となる。 北京、天津高速鉄道の開通に合わせて、新幹線、e、E2K1000 番台ベースの CRH2C 型と、共に2008年8月1日より、世界最速の時速 350km 営業運転を開始した。ついで、中国南部の広州都武漢約 900km を結ぶ、高速新線、竹広旅客専用線にも投入された。しかし、ベースとなった。 アイスさんが連続した高速運転を想定した仕様ではなかったため、竹広旅客専用線では運行開始からしばらくの間故障が相次いだ。CRH3C 型電車は8両編成で蘇生され1両目から次のように番号が振られる。先頭車は2等座席のほかに特等座席も設置されている。CRH3A 型電車は 最高速度時速 250km の運転に適した車両。2017年に営業運転を開始した。CRH3C 型や CJ1 型で得られた技術や走行成績をもとに設計されており、長春軌動客車で製造が行われている。8両編成で蘇生され、1両目から次のように番号が振られる。CRH3 をベースにした。 最高営業速度時速 380km を目指す高速鉄道車両である。うち8両編成のものは CRH380 バイト及び CRH380 バイト G ビジネスカーを含む16両編成のものは CRH380BL と区分される。生産は北社東山及び北社長春が担当し2011年に 営業運転を開始された。2011年1月9日、チャンス小安気象の区間で CRH380BL が時速 487.3km を記録し、通常営業用車両での世界最高速度の記録を更新した。CRH380B と CRH380B 型電車は8両編成で蘇生され、 一両目から次のように番号が振られる。両先頭車には特等座席にあたる観光座席が設置されている。CRH380BG、CRH380BG 型電車は CRH380B 型に体感設備を加えた形式。八両編成で蘇生され、一両目から次のように番号が振られる。 初期に製造された5546から5585編成についてはそれ以降の編成と座席配置や各車両の定員数が異なっている。CRH380BL、CRH380BL 型電車は16両編成で組成され1両目から次のように番号が振られる。一部の編成は編成の組成や 各車両の定員数が異なっている。中国石膏省運州市での高速鉄道事故を受けて北京、上海線の開業以来故障が相次ぐ CRH380 バイト型車両を2011年8月にすべて製造元の中国北車が回収。16日からは残るメーカーの中国南車が川崎重工業の技術をもとに開発した。 CRH380A 型車両のみの運行となり、運行本数を従来の88往復から66往復に削減した。理由として悪天候においてあまりにも敏感すぎたとしている。なおその後2011年12月までにすべての編成が復帰している。北京市と上海市を結ぶ稽古高速鉄道向けに CRH3C や CRH380BL をベースに開発された中国の独自開発品として位置づけられている高速鉄道車両。空気抵抗や騒音対策を施した設計が行われており、全面形状もベースとなった車両から変化している。デザイナーはアイスさんと同様アレクサンダーのイマイスターの手によるものである。伝送品の一部には 日立製作所で製造されたものが用いられており、5601編成は、水戸交通システム本部で、それ以降は、日立 A 渡る電気設備有限講師で製作されている。CRH380CL16 両編成で、蘇生され、1両目から次のように番号が振られる。最初に製造された5601編成は、その後製造された編成とは、 外見や編成が若干異なっている。ありがとうございます。